Welcome to my home. ゆかりんちへようこそ。ぼーっとしていたらあっという間に今年も5月。時間が過ぎるのが早すぎて怖いぐらいですが、皆さんお元気でしたか超スローペースで更新しているにもかかわらず、このチャンネルを見つけてくださった方、そしていつも見ていますとコメントくださった方、本当に感謝しています。 いただいたコメントの中でアメリカ文学を紹介してほしいというリクエストがあったのでそれにお答えする形で今日はザ・アメリカンな現代文学を紹介したいと思います。それがこちら2009年に出版されたバーストン・テランの GIF The Story of a Dark and America 数年前に英語で読んで以来大好きな一冊だったのですが今まで紹介しなかったのは日本語版を入手することができなかったからですが今年3月に2年以上ぶりに日本に帰国した際にじゃーんついにこの文庫本をゲットしました2017年出版 田口俊樹役によるその犬の歩むところアメリカの文化や歴史に興味のある方や犬好きの方にはぜひおすすめしたい一冊です日本では2018年に本屋大賞の翻訳部門第3位に選ばれているので読まれた方も多いと思います この本を読んだことがある方もそうでない方も、感想その他、コメントなどを残していただけると嬉しいです。また、この動画を気に入っていただけた方には、高評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。この小説はメリカ、ア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 なアメリカ、人の人生を描き、ア、メリカ、 という国の歴史や文化をたどっている物語です数奇な運命に翻弄されギブはいろんな飼い主の下で暮らすことになりアメリカを転々とするのですがギブが出会う人間のほとんどは社会的弱者です移民だったり暴力的な父親の下で育てられた兄弟だったり障害者だったりあるいは イラクに派遣された後を帰還し PTSD に苦しむ元海兵隊員だったりそういった人々の姿を描くことで大国アメリカの豊かで華やかな光が作る影そしてその影の中で苦しむ人々の悲哀が浮き彫りになっています降格となんだか暗い話のように聞こえてしまいますがそんなことはありません どんなひどい目にあっても決して生きることを諦めない犬のたくましさや信頼に足る人間に見せる揺るがない犬の忠誠心が下敷きになっているので励まされるような清らかな温かい気持ちになれます途中ギブの実を案じてしまうようなハラハラするシーンが幾度も登場するので一気見必死 絶対ネタバレなしで最後まで読んでほしい一冊です。まず特筆すべきは、この作品には原書が出版された2009年以前のアメリカの歴史、災害、そして文化がてんこ盛りになっているところ。例えば2001年の9-11、同時多発テロ、 2003年に始まったイラク戦争。2005年にアメリカ南東部を襲ったハリケーンカトリーナ。そして今なお毎年多くの死傷者を出しているカリフォルニアの山火事などなど。ありとあらゆる天才人災が描かれていて、それがどんな風に大勢のアメリカ人の命を奪ったのか、傷つけたのか、 そして生活にどんな影響を与えたのかがよくわかります。その他、リンカーンによるゲティスバークの演説の一節やら、JFK 暗殺の話やら、アメリカを語る上で避けては通れない歴史も散りばめられています。文化の面でも、ボブ・ディランの音楽とか、理由なき犯行やイージーライダーといった映画、 そしてマーク・トゥェインの小説など、一昔前のアメリカンカルチャーの引用も登場するので、このあたりのアメリカ文化が好きな人には嬉しいボーナスです。そしてギブが住むことになった場所も、ケンタッキー、オクラホマ、ルイジアナ、ニューオリンズ、カリフォルニアと広範囲。 一冊にお腹いっぱいになるぐらいアメリカをぎゅーっと詰め込んだような作品です。アメリカらしいといえば後半マッチョでアメリカ映画にありがちなファイト一発アクション映画を彷彿とさせるムードに傾くのですがいいタイミングで視点が女性や犬に映る展開になっていて安直なアメリカンヒーローものとは一線を画しています。 命をかけて国や正義のために戦った末に心をなくし、手足をなくし、命さえなくしてしまった兵士たちの人としての苦悩も全体を通して丁寧に描かれているので、その部分も男臭さとしてではなく人間臭さとして心に響きます。 ある者たちにとっては戦争以降も生き延びることが戦争で一番困難なことになる。ちょっとわかりにくい日本語ですが、つまりは戦争体験者にとっては戦争そのものよりもその後傷ついた心や体を抱えて生きることの方が辛いというこの文章。 ベトナム戦争、イラク戦争、アフガニスタン戦争を体験した元軍人たちが抱えるこういった苦しみはアメリカの闇を語る上で大きな意味を持っています。他の読みどころとして言うまでもなく犬好き、犬オーナーの私にとっては感情移入も半端なく涙なしには読めないページもたくさんありました。 犬を飼っているとわかるんですが、こちらが心を開くと犬って120%、全身全霊の愛情を返してくれるんです。ギブのそんな様子が手に取るようにわかるのでたまりません。でも、この小説のいいところは、変に犬の感情を解釈した文章を入れ込むことなく、 また犬に何かを語らせるといった擬人化的な演出もしていないところ犬の行動を人間の視点で見たまま客観的に描写することで読者がまるでそのシーンにいるかのような臨場感が生まれるしギブの存在も高まりリアルさが際立ちます そんなギブの飼い主の一人であり主人公でもあるディーンという名前のイラク帰還兵のこのセリフ。僕がその犬の命を救ったのと同じようにその犬もまた僕の命を救ってくれた。このセリフ分かりすぎるぐらい分かります。以前別の動画で紹介したように後ろで寝ている我が家のワンコも死にかけていたところを救われた保護犬なので 命を救われてラッキーな犬ねって言われることが多いんですが、実は救われているのは私の方だなと思うことがよくあります。主人公のディーンが満身創痍、ボロボロの状態だった時、これまたボロボロで瀕死の状態だったギブと出会う時のシーンが印象的です。彼らはケンタッキーの雨の中にいた。彼らは戦争と降り、 あらゆる悲しみと意味のない暴力から帰還した一人と一匹の兵士だった。その二つの影が路肩の方によろよろと移動した。血の雫を後に残しながら。お互い会うべくして会った一人と一匹。人間同士だけでなく人間と動物の出会いにも運命を感じます。そして戦争と動物虐待という暴力の無意味さ。 罪の重ささが頭身と胸に突き刺さります。どんなつらい状況でも犬がギブ与えてくれる無償の愛と犬の本能的な毅然とした強さに触れることで弱っている人間が本来の姿を取り戻す「親善美」とでも言うべき人間の素晴らしい部分を描きたかった作品なのかもしれない。 と思わせてくれる一冊です最後に翻訳と作者について簡単に一言翻訳はガチガチに翻訳帳を貫く固めの文体です例えば先ほど紹介したこの文章もある者たちにとってはとかいかにも翻訳だし少しわかりにくいところもあります 海外文学好きはこういうのも癖になるというか嫌じゃなかったりするんですが慣れていないと少し違和感を感じるかもしれません。その一方でタイトルの方は直訳ではなく現代の GIF The Story of a Dark in America から大きく離れてその犬の歩むところとしているのは非常に興味深い。 ギブの半生とともにアメリカをたどる物語なので内容にはすごくマッチしています。確かに現代を直訳して犬とアメリカの物語としてしまっては日本人に対してアピール力が弱いし日本では詩的で哲学的なタイトルが受けたりするので抽象的ですが悪くないと思いました。ちなみに神は銃弾とか音もなく少女は といった他の作品もいくつか日本語に翻訳されているボストン・テランは覆面作家、つまり本名や年齢だけでなく性別さえも明らかにされていない作家です。役者あ跡書では現在60代の女流作家ではないかと推測されていましたが、私は文章に男性的なエネルギーを感じました。 作品を楽しみながら作者の素性をあれこれ想像してみるのもまた一挙かと思います。気になった方はぜひ手に取ってみてください。じゃあ今日はこの辺で。また遊びに来てね。バイバーイ